じさん何撮ってるの？何？おじさんが何か撮ってたの？あのガキ、いいところで邪魔しやがって。ちょっと待てよ。クソ、気づきやがったか。逃がさねえぞ。スマホ見せて。なんでだよ、俺は何も撮ってねえぞ。なんか撮ったなんて私言ってなくね？じゃあなんか撮ったんだ。いい写真撮れた？見せてよ。だから何も撮ってないって言ってんだろ。じゃあ写真フォルダ見せろよ。だから俺は何も撮って、キモ、私の足撮ってんじゃん。なんか勝手にカメラがついてるかもな。じゃあ防犯カメラを見てみましょうか。いや、そんなことしなくても。おじさん、さっきはお姉ちゃんの足を撮ってたんだね。ああ目撃者もいるみたいだし、サツにパクってもらおうか。それだけは許してくれ。許さねえよ。いったー、お腹痛すぎて無理。次は町田、町田でございます。一旦町田で降りよう。町田、町田到着です。痛い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 。こちら新横浜、新横浜でございます。ちょっとこっち来てください。もしかして時間かかりすぎたからエラーになっちゃうの？早く来てください。やばい、不正乗車って言われたらどうしよう。ここまで来るのに時間かかりすぎじゃないですか。いや、そのもしかして不正乗車ですか？違います。でもこんな時間かかるはずないんですよ。不正乗車なら参拝運賃いただきますよ。だから違うんです。お姉ちゃん、途中で何かあったの？実は車内で体調悪くなって町田で休ませてもらってたんです。それは大変だったね。何も知らんのにうちのもんがごめんね。大丈夫ですよ。それよりお金を。いらんよ。え？それより体お大事にね。ありがとうございます。乗りまーす。あ、すいません。すいません。まもなく発車します。これってちょっと間違えとるし。三軒茶屋、三軒茶屋到着です。はあ、間違えとったよ。え、追いかけてきたの？まあ普通に。でもこれってたまたま同じ曲だったみたい。だよね。これは運命の出会いってやつか。早く返して、私忙しいの。あ、はい。これつけたってことだよね。なる、なえぽ。え、カバーも変えないとな。てか本体ごと変えよ、なえぽ。運命終了。先輩、え、あの踏切で待ってる女性の人、化粧濃すぎじゃないっすか？あ、あんなに塗っても変わんねえっつーの。俺の奥さんだ。あ、先輩、え、今踏切の前に止まってる車ボロすぎません？え、ボディへこみまくってますよ。普通の人だったらすぐ廃車にしますよね。あれ俺の親父だ。あ、先輩、え、あそこの線路沿いの家めっちゃヤバくないっすか？え、壁に落書きされてるし、屋根なんてブルーシートでできてんすよ。あんなとこ人住んでんすかね。あれ俺の家だ。あの汚い猫いつもこの辺いますよね。うちの猫だ。ホームを裸足で走ってるばあちゃんいますよ。俺のお母だ。気まず。82年前、12月8日、日本軍がハワイ真珠湾攻撃を行った日です。82年前って戦国時代だっけ？ちげえだろ、昔すぎてよくわかんねえよ。だな。お前らちょっとは戦時中のことも知っとけよ。いや、全然興味ないんすよ、僕らには無関係なんで。真珠湾攻撃のことも知らねえなら海面鉄道のことも知らねえか。なんすかそれ、美味しいんすか？戦時中旧日本軍が建設した鉄道のことだ。知らないっすね。僕もっす。それはそれは過酷な労働により多くの犠牲者を出したんだ。はぁ、知らなかったで。莫大な数の死者を出したことから別名死の鉄道とも呼ばれている。死の鉄道？これから君たちには400キロに及ぶ鉄道を作ってもらう。暑いなぁ、水飲みたい。戦時中旧日本軍への食料や武器などの物資輸送のルートを確保するため建設をスタート。鉄道を作るのは大仕事だが楽しいだろう。反省まで時間がない。働く者にはご褒美を、働かぬ者には罰を与える。分かったか？はい。まさかだが脱走を考えてる奴はおらんだろうな。ここでの脱走は 99% 不可能だ。諦めて仕事に専念することだ。はい。そこには1万人以上の日本軍の他に強制連行されてきた捕虜が6万人、ミャンマー、マレーシア、インドネシアなど合計30万人以上が鉄道の建設を行った。斉藤、まだ休憩させてもらえないのかな。休憩なんてないと思え。この暑さで飲まず食わずで10時間以上も働かされて、もう無理だよ。あと少しで食事も支給されるはずだ。なんでこんなこと。これだけですか？贅沢を言うな。文句があるなら食わなくていいぞ。いただきます。爆破！うん、
こんなところに汽車が走んのかよ。足を踏み外したら死ぬぞ。よし、枕木を作れ。完成まで時間がないぞ、急げ。急いで作業する場所じゃないだろう。ああ、斎藤。三浦、俺はもうダメだ。え？さっきの爆発で怪我をしたんだ。この先もう使い物にならん。すぐに治療してもらえば大丈夫だ。もういいんだ。どういうことだ、斎藤。僕は何のために生きてるんだ。え？戦争ほど愚かなものはない。こんな地獄で生きるぐらいなら。斎藤、作業が遅れているぞ。もっと働け。日に日に作業環境は悪化。食事や水もまともに取れず、栄養失調やコレラという感染症で多くの人が命を落とした。あまりの莫大な死者から枕木一本死者一人とも言われていた。建設による犠牲者は約6万人にも及んだ。脱走なんてやめとけ。もうこんなところにいられるか。外に出てって平和に暮らすんだ。おいバカめ、やれ。本日、対面鉄道が無事完成した。予定よりも早い完成に非常に喜ばしい。5年かかると言われていた鉄道の建設は、私たちの過酷な労働により1年で完成した。何？空襲により橋が？私たちは何のために。その後、破壊と復旧が繰り返され、市の鉄道は戦争で重要な役割を果たすも、さらに多くの犠牲者を出した。そんなことが。全然知らなかったです。その後日本は降伏した。それは知ってるな。はいはい。戦後ほとんどのレールは撤去されたが、今も一部は運転され、美しい観光地となっている。え？その裏には死の鉄道と呼ばれるほどに多くの犠牲があったことを忘れないでほしい。はいはい。当時戦争を経験した方は口を揃えて言っている。え？戦争という愚かなことは絶対にしてはいけない。悲しい過去を繰り返さないために戦争の悲惨さを知ってほしい。はい。国のためにと思ってやっていたが、やるべきでなかった。戦争に勝者はいないと。ある日本兵が残した言葉がある。私たちをかわいそうと思わないでほしい。私たちはただ自分が生まれた時代を懸命に生きただけだと。今お前たちが普通と思っていることがどれだけ平和で尊いものか。今のこの時代を懸命に生きていこう。はいはい。私がここの責任者ですので。お前じゃ話になら、液晶出せって言っとるのよ。ではお呼びしますね。早くしろ、クソが。連れてきました。おい、どういうことなのよ。ここ余部鉄橋空の駅の駅長は亀なんです。亀？それでは駅長お願いします。めんどくさいな。なんだよ。切符をなくしたらまた金を払わされたのよ。知らねえよ。こっちの方が勝手に駅長にさせられてムカついてるわ。あ、そうか。もともとペットだったけどでかくなったからってここに預けられて駅長にさせられたんだよ。このぐらいでかくなるって想定して買ったんじゃないのかよ、クソが。そうだよな。あんたは自由の身だ。もっと笑っていきな。はい。駅長向いてんな。どうして僕にはサンタが来ないの。ソウスケ、ごめんね。僕が悪い子だから。サンタさんも忙しいんだよ。ママの嘘つき。サンタなんて本当はいないんだ。ソウスケ、どうしたの。僕にはサンタが来てくれなかったの。あれ、お母さんは。ママも嘘つきだから嫌いだ。そういえば昨日。ちょっと待ってて。昨日の女性の忘れ物って見つかってますか。あー、まだ見つかっとらんな。急いで捜索できませんか。今日必要な大切なものだったんです。なるほどな。みんな、昨日の忘れ物リスト、社内清掃員への連携を頼む。ありがとうございます。ここで何が来るの。もうすぐ来るよ。ソウスケ、ママ、メリークリスマス。うわー、ありがとう。やっぱりサンタさんはいたんだね。だね。メリクリ、よし。にぃひーチーズ。支援証ですか。メリクリ。お、ありがとうございます。私もあざぽよ。おはぽよ。タクぽよ、なんだその格好は。サンタクぽよです。サンタクロースみたいに言うな。格好をなんでと思ってんだ。着替えてこい。せっかくみんなにプレゼント持ってきたのに。プレゼント、なんだそれは。とにかく明るい安村さんのパンツ。絶対いらねえだろ。それを配ってる遅刻したのか。許さんぞ。安心してください、遅延症ですよ。入ってますよみたいに言うな。ふぅー海外の笑い方してる。じゃあ校長と教頭にあげてくるね。なんでだよ。お金持ってそうな人にあげとけば、いいお返し返ってくるっしょ。やる強。あいつら調子乗ってんな。一回ボコった方がいいんじゃね。かもな。飲みまーす。大丈夫か。頭から血が出てるぞ。うーん、どうし
したんですか？そこに全てこけたんすよ。すぐに救急車を。わかりました。あんたたちが転ばせたんじゃないの？は？さっきもボクってやるとか言ってたわよね。それは違え話だよ。どういうことですか？自分たちでやっといて知らまくれるのね。俺たちは何もやってねえよ。力の弱い子供をこんな目に遭わせて物事の善悪もつかなくなったらおしまいよ。この社会不適合者め。だから違うんだって。詳しいことは事務室で聞きますね。なんでだよ。おいくらてめえ。今防犯カメラ見てきました。やっぱり彼らが思った通りね。いえ、犯人はあなたです。あなたはホームに飲みかけのお茶を捨てましたよね。それに足を滑らせてこの子はこけてしまったんです。お前かよ。ふざけやがって。橋爪さん、事務室へ。はい、終電行きました。お疲れ様です。たくあんとペアの日はすごい楽しいからすぐ終わった気がするわ。あの、どうした？彼女に振られた？違います。今日で仕事辞めようと思いまして。え？なんかもう飽きちゃったっていうか。はぁ、なんだよそれ。一緒に頑張っていこうって言ったじゃん。もうそういうのだるいんすよ。ふざけんだよ。これからのペアで頑張ろうって言ったのは嘘だったのかよ。そういうのがだるいんすよ。とにかくもう辞めるんで。わかったよ。もう勝手にしろ。すいません。お前の相棒を辞めちまったな。あんなやつ相棒じゃないですよ。え？仕事が飽きたとかだるいとかあんなやつだと思ってなかったっすよ。お前聞いてないのか。たくあんは病気で辞めたんだぞ。え？喉の病気でな、そのうち声も出なくなるらしい。そんな。お前には言わなかったんだな。先輩、行ってこい。はい。たくあ。ネトロさん、なんで俺に言ってくんなかったんだよ。もう聞いちゃったんすか。病気のこともなんで俺に言わなかったんだよ。このことを知らなかったら喧嘩したまま一緒会わなかったかもしれないんだぞ。言えるわけないじゃないですか。死ぬほど心配されて仕事も一緒に辞めようとか言い出しそうで、メトロさんにはお客様を笑顔にする力があるんですよ。だからいてもらわないと。それはタコアだってそうだよ。これからも二人でお客様を笑顔にしてこうぜ。でももう僕には諦めるな。今まで二人で何も諦めずに進んできただろう。だから大丈夫、俺がタコアの居場所を作って待ってるから。はい。それではお客様、行ってらっしゃいませ。いつも二人に笑顔をもらってます。俺たちの連携は超特急さ。もうお母さん起こしてよ。何回も声かけたわよ。聞こえなかった。ご飯冷めないうち食べなさい。大丈夫、もう行くから。じゃあ気をつけて行きなさいよ。ごめん、先行っててすぐ向かうから。じゃあ鈴木、車椅子対応よろしくな。はい。初めての車椅子対応うまくできるかな。このお客様は獅子巻きといって手足が不自由な方だ。サポートを頼むぞ。わかりました。今日から担当になります鈴木です。どうも。それでは早速ホームへご案内しますね。自分で行けるんで。あ、ちょっと待ってください。一応電車に乗るまで付き添うルールなので。勝手にしてください。はあ、大変だな。タケコさん待ってくださいよ。担当して3ヶ月も経つのにまだ口聞いてくれないよ。お客様。はい。今日はいい天気ですね。ご飯食べてきたんですか。はい。何食べたんですか。誰と食べたんですか。美味しかったんですか。ちょっとほっといてもらえます。え、お兄さんが口数多すぎるってクレーム出しますよ。あ、ごめんなさい。何聞いてるんですか。星野源です。僕も聞いてもいいですか。はい。なんかすごくいい曲ですね。なんか心がピカーンってなりますね。何言ってんすか。他にも聞かせてくださいよ。いいですよ。タクコ、今度一緒にコンサート行かない。星野源ならね。もちろん。やった、邪魔くさいわね。あ、助けて。タクコ、タクコ、まだ目が覚めないの。僕のせいで。もしかして鈴木くん。はい。いつも家であなたの話を楽しそうにしてるわ。前まで泣いてばかりでずっと苦しんでいたんだけど、鈴木くんに会ってから少しずつ明るくなってきてね。お前か。タクコをこんな目に遭わせたのは。すいませんでした。お前のような男が娘に近づくんじゃない。出て行け。鈴木くん。は、タクコ、目を覚ましたのか。タクコ。私ね、毎日起きて落ち込むの。元の姿を知ってるから受け入れられなくて、本当はあなたの手を握りたい、強く抱きしめたいの。でもそれができないことがどれだけ辛いことか。タクコ、私のために普通の幸せを逃してほしくないの。このまま一緒にいて、いつか少しでも後悔する姿を見たくないの。だからもう駅には行かない。今日で最後にして。そんなことないって。俺がタクコを支えていくから。ごめんね、タクコ。最近車椅子の姉ちゃん見なくなったな。そうですね。元気にしてるといいけどな。はい。ああ、そうだ鈴木、開けて何もなかったらこれ言ってこいよ。え、
星野源のコンサート、急に娘が熱出しちまってな。星野源です。星野源ならね、行ってきます。入場はこちらになります。もしかしたらどこかに。やっぱり来てたんだね。当たり前じゃ、俺はやっぱタクコのそばにいたい。まだ何もしてあげられてないけど、私にとってそばにいてくれることが最高の贈り物だよ。よし、お客様、ホームへご案内しますね。はい。この歌めっちゃ良くない？めっちゃいいじゃん。すごいスピードだー。早いね。騒がしいわね。この先揺れますのでご注意ください。あの光はなんだ？司令さん取れますか？はい、こちら輸送司令。空を見てください。は？なんだ急に。いいからすぐ見てください。まったく何なんだよ。おい、冗談じゃねえぞ。あれは一体？おい、ニュースを見てみろ。緊急速報です。現在日本上空に隕石とみられる物体が接近中です。国民の皆さん、身の安全を第一に避難してください。隕石だと？緊急速報です。隕石とみられる物体が接近中です。隕石だと？ねえねえ、壊してあげよっか。え？隕石、ぶっ壊してあげよっか。何を言ってるんですか？わかんねえやつだな。助かりたいんでしょ？それ助かるなら助かりたいですよ。でもどうすることもできない。あ？おりゃー。はい、何が起こったんだ？何事よ？ソスケ、大丈夫？ママ、見て！ごめん、破壊力ありすぎて軸歪んじゃったっぽい。そんなバカな話があるわけないじゃないの。だったらここはどこなの？昨夜、隕石が何者かによって破壊されました。その後、破壊したとみられる人物が乗車していた列車が姿を消しました。現在、警察が捜索中とのことです。どうなってんだ。じゃあ、あんたのせいね。は？私がいなかったら隕石でみんな死んでたっつーの。年上よ、言葉をわきまえなさい。うっせーな、感謝しろクソババ。チューン。喧嘩してる場合じゃないですよ。みんなで帰る方法を考えましょう。プラマロンだ。社長さん、危ない。うぅ、皆さん、車内に入りましょう。急いで中に。怖い怖い、キャー。しばらくここで様子を見ましょう。もうこんな怪物だらけの場所いられないわよ。おばさんよりはマシだけどね。何よ小娘。この音はティラノサウルスだ。車を走らせます。電気も線路もないっていうのにどうするっていうのよ。この列車はエンジンを積んだ機動車です。線路はないけど、こうなったらやるしかないじゃないですか。車掌さんお願い。車掌さん行け。このままだとみんな食われちまうぞ。動け。動いた。行け行け。化け物が追ってくるわよ。飛ばしますよ。私たちこれからどうなっちゃうんだろう。今日はここで止まって、また明日帰る方法を考えましょう。エレが減ったわ。少しですが車内に非常食がありますので。まずそうね。一人ずつ配りますね。それじゃ足りないわよ。ガキは母親と一緒でいいでしょ。はい。文句あんの。子供だってお腹が減っています。平等に分けますよ。チューニーヒ。では皆さん、おやすみなさい。まんまとみんな寝たわね。食料は私のものよ。あったあった、いただくわ。あっ、外に転がってったわ。あったあった。それにしても冷えるわね。雨かしら。皆さん、おはようございます。めっちゃ寝た。おはよう。おはよう。あれ、橋爪さんは見てないですか？起きた時からいなかったっすよ。え？キャー！どうしました？どうした？このエプロンって…やだ。え？橋爪さんもですね。もしかしてあいつに食われたんじゃ。何やってんすか橋爪さん。バカなことするから。非常食ならあげたのに。ここにいたら俺たちも食われちまうぞ。早く移動するぞ。そうですね。どこまで行くの？とりあえず僕らの匂いが届かないところまで。恐竜ってめっちゃ鼻がいいって聞いたことあるよ。ならできるだけ離れよう。飛ばしますよ。結構来たんじゃない？そろそろいいんじゃねえか。この辺りで止めますね。あれ？どうしたの？
ブレーキが効かない。くそ、どうなってんだ。おい、前見てみろよ。あれって滝だ。死にたくないよ。大丈夫だよ、宗介。止まれ。母ちゃん、迷惑かけてごめんよ。神様お願い、もう何もいらないから、この列車を止めて。ママ私はいいから、ここにいるみんなが助かりますように。うわうわ。大丈夫ですか、宗介。大丈夫。うん。タクポよ、タクポよ。お兄ちゃん落ち着いて、そっちは危ない。今行くからな、待ってろよ。すぐ戻るんだ。こいつは俺が助けなきゃ。いつも助けてもらってばっかだよ。こんな時ぐらい命張らせてくれよ。逃げろ。こんな世界になってもな、お前といたら楽しいんだよ。どこにいてもお前がいたら天国だよ。お兄ちゃん、帰ったらまたボーリングしてカラオケでオールしような。危ない。キュッ。タクポよ、もうだ。タクポよ、今まで楽しかったぜ。お兄ちゃん、無理。私は私のために素敵な人と出会えたね。彼は最後の最後までお姉ちゃんを助けようと必死でした。あいつやるって決めたら目の前しか見えなくなるから。お兄ちゃんかっこよかったよ。知ってるよ、五十嵐はバカかっこいいやつだよ。でもどうせ食われるならティラノだろ、バカ。トリマーみんなで帰んないとね。帰ろ。ママ、この恐竜が怪我してるんだ。危ないから近づいちゃダメ。でも怪我して歩けないみたいだよ。直してあげなきゃ。ソウスケ、ティラノサウルスだ。ソウスケ逃げて。やめてよ。ティラノサウルスだ。ソウスケ逃げて。やめてよ。この子は怪我してるんだぞ。食べるなら僕にしろ。ソウスケ、弱いものをいじめるやつが一番弱いんだってママが言ってたぞ。ソウスケ、ダメだよ。かっこいいこと言えるようになったね。でもここはママにかっこつけさせて。なんで？ソウスケ、自分の命より大切な人が見つかったら、その人を死ぬ気で守るんだよ。うん。その優しい気持ちは、次に取っときなさい。不思議と全然怖くないや。この時代もいいもんだね。もしかしたら恐竜が絶滅した時の隕石なんじゃ。間違いないよ、このデカさ。もう一度隕石を破壊できますか。うん、お願いします。でもあの隕石を壊しちゃったら未来が変わっちゃうんじゃ。この隕石がなかったら恐竜は絶滅しなかった。ってことは人間だって生まれてこれなかった。恐竜が生まれ、そして破壊され、人間が生まれた。ソウスケ君、ごめんな。ううん、本当はとっくに死んでたんだから、映画みたいな時間が過ごせてラッキーだったよ。そうですね、未来に望みを持って。望み号のこと。うん、そうだね。望み号発射します。にひ